小峰監督。 ありがとうございましたということで昨日ですね、えー、高校サッカー界の名将、えー、小峰忠敏監督が76歳で、えー、お亡くなりになられましたちょっと,とショッキングなニュースが昨日朝からね入ってきてツイッターとか本当ネット上を含めてですねこのまあ小峰監督のお亡くなりになられたというニュースでまあ持ちきりでございました本当いろんな方がね悲しみのコメントを寄せていました昨日ね本当高木拓也まあ現相模原の監督とかもまああのインタビュー答えていらっしゃいましたけど。 本当、ね、多くの、えー、指導者、そして多くの選手たちにいろんな影響を与えたこの監督、本当、名将でございます、本当、高校サッカー界だけじゃなくて、もう本当、日本全国の、ね、サッカー界に、ね、大きな影響を与えたこの、えー、小峰監督でございますけれども、いや、ちょっとね、うん、この間、ね、ちょっと残念ながら負けてはしまったんですけども、えー、現在、小峰監督が、まあうん、監督を務めていた長崎カー大ですね、は、えー、選手権で敗退してしまって、でちょっと最初からね、あれ、小峰監督がちょっと ベンチにいないということで、ちょっと体調不良でベンチには入っていませんよっていう話ではあったんですけども、まさかっていう本当でございます。本当、そこまで体調が悪かったとか、そういうのはちょっとね、全然知らなかったんで、だから本当びっくりしたっていうのもありますちょっと生徒、学生の方もですね、本当選手も含めて大きなショックを受けているんじゃないかと思いますけども、まあ、今回、その小峰監督が指導してきた選手とか監督とか、えー、振り返りつつですね、ちょっといろいろお話をさせてもらおうと思っております。 けれどもえー、まずこちら、まずというか今回もうスライドはこれだけです、まあ、これだけですね、本当、えー、主な指導を受けた選手たちということで、まあとラジオ的に聞いて、えー、いただければ、何かしながら、えー、聞いていただけたらいいんですけども、やっぱり大久保義人とか中村北斗、そして城後とかね、この時のね、久留美高校強かったですね、まあ、平山とかもそうです、徳永もそうですけど、本当、この頃の久留高校に僕は、えー、見せられました、本当魅了されました。あの長崎県って 本当サッカー、国見高校ぐらいしかなかったんですね。僕がね、サッカーに興味持ち始めたのは、最初、国見高校なんですね。まあ、ウラレッツあんだけね、裏列が好きだから、裏列が最初じゃないのかって思われがちかもしれませんけども、最初、高校サッカーですね。これ、どう考えてもですね。えー、なん本当僕、地元が長崎で、もう長崎県というか、僕の中のサッカーってもう国見高校しか当時なかったんですね。小学校とか中学校とかの、えー、僕の中では、本当、J リーグよりも高校サッカー。えー の選手権っていうのが、うん、あって、そこでやっぱね、えー、こ,のこの長崎県民の期待を、まあ、受けてですね、えー、選手権で戦う選手たち、それこそ大久保義とかで、中村北斗とか、平山相談もそうですけども、でこういう選手たちの活躍を見て、サッカーに、えー、興味を持って、最終的には、えー、J リーグは売られずに興味を持つと、ね、そこに繋がっているんで、このクリミ高校っていう存在がなかったら、本当、小嶺監督っていう存在が、ね、なかったら、ですね僕はそもそもサッカーに、えー、興味を持っていなかったはずなので、僕 僕が今こうやってサッカーを語っているのは、まあ、小峰監督のまあおかげと言いますか、本当その影響を受けているという話でございますけれども、まあ、本当こうやって見てみると、これ本当一部です、これ本当一部しか出していないんですけどもね、まあ、現在海外でプレース鈴木戸一も現在長崎総科の出身でありますしね、そして安藤瑞稀もそうですね、長崎総科大の出身です、あとまあ徳永知念、知念選手ですね、裏、ま、列、あ、にえ加入した知念選手も、もともと長崎総科大の選手で、そこで まあ指導を受けた1人でございますそして古くはもっと浦和レッツで言うと都築雄太ですね、ゴールキーパー。鈴、え、木、ー、選手もこの小峯監督の指導を受けた一人ですね。そしてまあ指導者とかで言うとやっぱ高木拓也さん、アジアの大砲と言われた高木拓也をえ指導したのが小峰監督。そして現在の ギラバンツタ九州の、まあ、SD ですね、監督はちょっと交代、えー、してしまったんですけども、ギラバンツタ九州の小林真二 SD もこの、えー、小峰監督から指導を受けた一人でございます。そして、えー、立石さんですね、現在の新ント,トロイデンですね、えー、ベルギーの新ント,トロイデンの CEO、まあ、最高経営責任者ですね、この立石さんも実は、えー、小峰監督の教え子ということで、そしてあと三浦監督ですね、ビッセル後輩三浦監督も、えー、その一人ということでございますね。まあ、この他に渡辺一馬とか本当いろ ん、no. J リーガー日本代表を配通しています。小嶺監督の指導を受けて、本当、日本代表、日の丸を背負った方もいますし、こうやって引退後も活躍されている方多いんでね、まあ、それだけ本当、小峰監督が与えた影響って大きいですし、やっぱりこうね、ちょっと話逸れますけれども、小嶺監督なんです、僕の中で。やっぱり小嶺監督、小嶺さんじゃなくて、やっぱり小嶺監督っていう、もうこのワンセットをですね、これ、プロ野球、プロ野球の世界でいうと、やっぱ長嶋茂雄さんを、やっぱりこれ、長嶋茂雄さんっていう人はやっぱりいなくて、やっぱり長 長嶋監督とかね言うのがなんかやっぱりこれ普通というかですねやっぱり長嶋さんとかね長嶋茂雄さんですとかいうよりも長嶋監督ですって言った方が分かる分かるみたいな感じになるんでそういう意味では本当ね生涯監督本当生涯指導者本当そういうのが僕の中で小峰監督のイメージというか本当これはほんとずっと変わらないですねまあそういうこと本当寂しいですねまあ なんだろうまあ高校サッカー、ねまあやっぱり小峰監督っていったら国見高校のイメージで戦後最多タイですかね、6回のえ優勝、選手権優勝を成し遂げているのは、小峰監督率いたこの国見高校ではあるんですけど、それ以外でいうと、やっぱりこれ、現在のビファーレン・長崎ですね、最初途中でも言いましたけど、も長崎県って本当、国見高校以外サッカーのイメージが全くなかったというか、サッカー不毛の地位じゃないですけどもね、というのがありました。あ J リーーグ今ででこそビファーレン長崎があるんですけどもこのビ ビファレン長崎の誕生に、まあ、本当に、ね、力を、えー、貸していただいた、本当に尽力を尽くしてくれたのが小、ね、峰監督です。まあ、2000年代半ば、まあ、最初から2000年代初期からまあ半ばとか、えー、終盤にかけて、のとこの小峰監督がいろいろなところに本当働きかけてくれて、このビファレン長崎の誕生に一役買ってくれたんで、まずビファレン長崎があること、そしてこの J リーグという、ね、本当プロのクラブが長崎県にあるというのは、本当この小峰監督のおかげであるのも本当に間違いないんで、そういう意味では高校サッカーだけじゃなく こう長崎、このビファーレン長崎の誕生にも本当大きく一役買ってくれていたのが本当、小峰監督なんでね、まあ、そういう意味でも、やっぱり自分の中ではね、やっぱ小峰監督といったら、サッカー、長崎のサッカーの偉大な、偉大な本当、先人っていう感じがしていて、まあ、本当、それだけに本当、残念で、まあ、本当、最後のね、この写真とか、最近の写真とか見ていると、まあ、確かにちょっと痩せていて、ね、あ確かに、そっか、まあ、なんか、やっぱ、ガンって言われて、ね、最終的にちょっとがで亡くなられたということなんで、やっぱり、 きつかったんだろうなっていうのがあります。と長崎総科大の選手とかまあ生徒もそうですね。学生とかも。 そうですけども本当ね、多分今ちょっとショックを受けているんじゃないか、ちょっとどこまでね、うん、監督のこの病体のことを知らされていたか分からないんです、分かんないんですけども、本当こういう、まあ、先ほどまで述べたような偉大な、本当長崎のサッカー界、そして本当え日本全国高校サッカー界に大きな影響を与えた監督だったんで、まあ、本当これね、僕は今長崎に住んでいるんでね、これは、うん、本当長崎県の大きな大きなニュースでもえ報道されましたし、さっきも言った通り、高木拓也監督がえ長崎県のこの地元 元ローカルの絵番組でこう。インタビュー受けているニュースも流れて、やっぱりそれだけやっぱ体位監督も泣いてましたもんね。ちょっとね。ほんと声を詰まらせるじゃん。 ないですけども、インタビュー答えていたね、えー、田監督も、本当ショック受けているようでございまして、まあ、うん、そりゃそうだよなって思います。それぐらい、本当偉大な、本当大きなね、影響を残した監督なんで、田ギ監督がまあ泣くというか、本当声を詰まらせるのも、まあ、非常に納得、それだけ本当とね、うん、分かりますよね、これ引退後のこの、えー、絆じゃないですけどもね、そういう、まあ、見えないとこ、われわれで分かんないとこっていうのは、やっぱり、えー、監督と、まあ、選手、元選手ですけれどもね、まあ、指導者と、えー、教え子という立場、これは本当今でも、大きな絆が、 あったんだろうな。っていう。まあ、そういうことを感じるインタビューだったんで、まあ、うん、本当、残念、うん、残念な、本当、一言です。まあ、うん。 まあさっきちょっと高校サッカーの話はしたんですけども、小峰監督はまあこれで今回の選手権の総科大の勝利で、まあこれ、昭和、平成、そして令和と3つのこれ、時代でね、これ、勝利を挙げた監督になったわけなんでね、これは本当、それだけこの監督が、え長い間高校サッカーに貢献してくれた、それも一つの、これは、証明の一つになるんじゃないかと思います。ここは総科大の選手たちに、本当、僕は本当、ありがとうというか、本当、え感謝を伝えたいと思います。本当ねうんあの生徒選手たちのおかげでえ小峰監督 本当ね3つのこれ年代を渡ってですね勝利を挙げた監督になったんで、本当選手たちの力のおかげと思うので、そこは本当僕はまあ同じ長崎県民として、そこは本当感謝申し上げたいと思いますけれどもね。ということで、今回はもうこれで以上になりますんで、少しでもですねこうやって小峰監督が残した実績というのをまあ伝えることができたらいいのかと思って一ね取らせてもらったんですけれども、本当に小峰監督、ありがとうございました。本当これからゆっくり休まれてほしいと僕は思います。本当ねもうんこれからも長崎の サッカー、日本の高校サッカー、サッカー界すべてをですね見守ってほしいと思いますね。はいということで、以上、パルプンテジェルサッカーチャンネルの堤さん、つつよかったらチャンネル登録いたします。さな